はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は大阪府の株式会社 e r x p r e s s の一般事務、えー、正社員1年目25歳の方の給与明細です。えー、これは、えー、運送系の会社ですねで。仕事内容は主に従業員の,従業員の請求書の発行、えー、給与の振り込みなど経理に関わる仕事をしています。 必要な資格やスキルはワード、エクセルスキルがあれば問題ないです。勤務時間が1日7時間、残業なし。収入が月収23万、年収312万、ボーナス36万。えー、事務職をしたい家庭のアドバイスとしては、一般事務員としての知識は初期段階ではワード、エクセルデータ処理をできるスキルのみでいいと思います。ですが、簿記などの資格を持っていると、えー、仕分けなどの入力も担当できるので、 えー、給与の増額につながると思います。えー、給与明細です。えー、基本給が21万5千円、えー、通勤手当1万4千500、食事代3千500ついて、総支給が23万3千円、そこから控除引かれて手取りが19万5千5百14円となっています。えー、今回は、えー、事務員の方の給与明細でした。えー、まあ、経験年数でいくと1年目なんですけど、まあ、 えー、大阪府1年目で行くと、まあこの手取りだと、まあ、えー、趣味とかに使うお金はあんまり残らないんじゃないかなって感じです。ただこの明細見てみると、えー、食事代も非課税でもらえてるので、えー、まあそこはかなりいい点なんじゃないかなと思います。まあ支給じゃなくて工場に食事代入る会社とかもあるんですけど、まあこういったことをしてくれる会社は、えー、ちょっと羨ましいなっていう気持ちになります。 今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。